アフマド・シャーは、ガージャール・朝第七代シャーであり、かつ、最後のシャー。父モハンマド・アリー・シャーが、帝政ロシアに亡命すると、シャーの座に即位した。アフマドが、クジの玉座の座に進んだのは、父、モハンマド・アリーがロシアに亡命した1909年7月16日である。父、モハンマド・アリーは、イラン立憲革命の転覆に努めようとしたが、タブリーズ包囲戦の失敗により、 立憲派の不況を買ったため亡命を余儀なくされた。アフマドシャーが統治していた時代のペルシャは内外ともに不安定な時代だったと言える。まず国内面に着目すると第二議会が開催されていたが立憲派によるテヘランダ会直後から続いていた恩憲派と革命派の対立が顕在化し議会外の武装闘争暗殺の応酬にまで及んだ。対外面では 前世紀から続くイギリスとロシアの対立が引き続き、継続していた。第二議会は赤字財政の解消に取り組んだが、第二議会が財政顧問として招聘したモルガン・シャスターは、ロシアとの対立を深めていった。そのため、1911年11月には、ロシアは、シャスターの罷免を要求し、翌12月には、ロシア軍がイラン北部に軍事侵攻することで、 イラン立憲革命は終焉を迎えた。その後のイランは1907年にイギリスとロシアの間で締結された栄露協書に基づき、それぞれの勢力範囲へと転落し、アフマド・ノシャアの遺言はほとんど消滅し、イラン全土が事実上無政府状態となった。その中で各地方は次々と地域放棄の動きが生じた。ジャンギャリー運動は、 イギリスとテヘラン政府の手によって、1919年には、ほぼ壊滅状態に追い込まれたが、イラン国内では、繁栄運動のムードが高まるとともに、ジャンギャリー運動を率いた、クーチェクハーンは、ボリシェビキとの接触を図り、イランは、ソ連とイギリスの勢力争いの場と化していった。このような無政府状態の中で登場したのが、デザーパフラビーである。1921年に、 クーデタを観光し、軍事大臣に就任すると、レザーは、自らの意向に沿う形での軍事改革を実施し、アフマドの実権をほとんど奪った。1923年に、レザーは首相に就任すると、1925年の国民議会の可決により、ガージャール・アサを廃止、シャアの地位に即位する。その後、アフマドはフランスへ赴き、1930年、 パリの近郊であるヌイーシュルセーヌで病没した。AAB 長田雄造編、審判世界各国支給西アジアシニーラントルコ、山川出版社、2002年。ISBN4 から634413906。ピアニッシモ36、363から369。長田雄造編、審判世界各国支給西アジアシニーラントルコ、山川出版社、2002年。 ISBN4-63441-3906 ピアニッシモ412-422ありがとうございます